どうも、サッカーね、西尾虎君がものすごく舞い上がっているようなんですけども、それはそんなことないです。ともかくですね、はい、まあ、海の向こうのね、凱旋門賞も気になりますが、まずは目先の G1 ということで、新潟のスプリンターズステークス、出走する馬たちの気配を聞きたいんですが、やっぱり販路が大勢かなという感じが。めちゃくちゃ多い、めちゃくちゃ多いですね。丸かってますね。ハローが、まあスプリンターのレースですね。2やから仕方ないですよ、まあ、そんな中でもね、うん、どうなった、レッドオーバルマと、うん、すごい時ですね。すごい時計よって言うても、うん、49秒台水曜日、うん、まあ1頭いて、うん、で50秒台っていうのも先週と比べるとまあ、1、2と増えていて、うん、で今日でもね、2回目の春明けに49秒台出したのが1頭いたんでね。だからここ最近の中では最もこう走りやすい時計状態、うん、時計が出やすい状態ではあるんですけど、さすがにね、手応えこれ馬なりなんですけど11秒7ですんでね、うん、11秒台でもこの6や7やいるとなかなか出えへん数字なんでね、動きに関しては文句のつけようがないと言いますかね。北海道の時からね、うん、馬体重的にはねそれほど変わってはいないんですけど、うん、ちょっとこう華奢なイメージがあった以前と比べると中身が結構充実してきた感じで、うん、針なんかもすごくいいですしね。それにつれてこうやっぱり精神面でもこうゆったりしたところが出てきてるんで、徐々にこう完成されてきたなというところはありますよね。まあ、前回に関してはねちょっとゲートでもお手踏んで、うん、なかなかこう厳しい形にはなりましたけど、それでいてまあきっちり最後は差し込んできていますし、だからまあ何よりもこう体重が、まあ、体重というかもう体がしっかりしてきたことで最後の切れ味なんかにもこう、ね、磨きがかかってきたというか、まあ、いい方に全体的に、ね、いい方向に向いてきてますんでね、このメンバーに入っても楽しみなところは十分あるんじゃないですか。まあ、稽古でもそんな様子が伺えたと思う。うん、あと白山も、うん、めちゃくちゃ具合いいですよこれ。多分まあ、前回ひとたたきされてね、うん、さらに、まあ、この間でも、まあ、体的にはねちょっとまあ余裕残しやったかなというところはありましたけど、うん、まあ、それでも ほとんどまあ仕上がってるんじゃないっていう感じやったんでね、コースも結構乗ってましたからね、前回のどこまでも、うん、それに輪かけて今回はさらになんか動きいいなあいう反応なんかもすごくいいですし、相変わらずこう馬場閉まる直前になって入ってきて、そのスタート地点までもこうスムーズに行けてましたし ね、いつもこうちょっとね立ち止まったりするようなところも見せたり ね、する時あるんですけど、スースースー歩けて行けてたし、もう馬がやる気になってますわ、もうとりあえずね一回使って、さらにね、あとは何、あとは何、あとはどうですかね、あれどうなんですか、コパのところ、コパのだからまあ函館使えへんかったっていうことでね、まあ、感覚空いてしまったんですけど、にしてもまあだからそのガーッとこう上がってくるタイプやから反応でも、まあ、それを思うと結構おとなしめな感じはまあ正直や受けたりはするんですけど、見た目の印象は、でもまあフォームやなんかやっぱりパワフルなやなっていうところあるしね、体なんかもそんなにこう余裕あるっていう感じでもないし、仕上がりはいいんじゃない、と思うけど、だからあとはこの馬のこう闘争心みたいなのがレースに行って出てくれればね、負けるときちょっと淡白なところですかね。負けるときは淡白やから。強いとき強いけど。そうその辺がどうか。そうその辺がどうか。見た目には仕上がってるように見えるけど。
あと前のビューズとか。あ、前のこれ、どう言ったらいいかな、まあ、大して変わってないこれ結構夏もずっと使って、で、この前セントールも使ってっていう、結構イケイケできて、うん、体絞れてね、結構天気も良かったんですけど、まあ結果はね、まあちょっとね、まあ、展開も無関係ですからね、思ったけど、それなりっていう感じですか。それなりですわ、ほんまに。マージンクロスターなんかも、うん、体絞れててね、前回、うんうん、ちょっとこれは変わるなぁ思って、うん、本命打ったんですけど、もうちょっとですもんね、本当に、うん、もうあそこがからもうちょっとやん、やっぱり。ああ、そうですね。あれだけ具合を、多分もう前回休み明けだったけど、めちゃくちゃこう体 もうそれまでもう太って全然絞れへんくてってなっとったやつが、きっちり絞れて、もう、もうこの本来のこの馬の動きやわ、思って本命に打ったらもう、うん、やっぱりあともうちょっと足りひんねんなっていうのが正直なところやったから、まあでもなんか好調時のちょっと勢いみたいなの、いやでも今週の動き、あ、そうですね、これちょっと最後ですね、なんも前半攻めた言うてもこれ動くときはほんまに動くからね、こいつの13秒台っていうのが受け入れがね、最後馬なりでっていうわけでもなかったし、ほんでトーンダウンはしちゃうかね、それやったら東方アマコーラよ、うん、それはよかったな、それをいつも動きを見せるけど、うん、前回の意外にこう合わせ迷ってね、だいたい楽しそうやのにしっかり走れたし、まあ新馬が相手やったっていうのもあるけど、ダウンに走ってるのも前回がなんかちょっとね、ちょっと開けてストーンだけやったから、うん、もう一回使ったら多分良くなってくれると思うんですけど、うん、かなり一回使った終わるみたいな感じがあるんだけど、コースはあんまりないというか、ストレートがあるとロープ小さいですね、人気するのとは、一番人気、いや、そうそう、いや、まあ、一番人気はマクさんも悪いだから、うん、でも一番人気は、まあ、3、4番人気ですかね、まあ、ストレートがあればね、まあ夏の格好だったので、まあ、1回ですから、そこからちょっと間隔を空けてきましたけど、なんか当初の予定通りらしいですね、うん、攻め馬の動きなんかも、まあ、ハンドをコース交えながらやって、選手の追い切りがちょっと圧巻というか、うん、まあ、結構追走しながら楽に内から抜け出して、ラスト11秒台で、まあ、本当、持ったままみたいな感じで抜け出しましたし、選手の段階で、まあ、当初は、まあ、息整えたり大丈夫かなと思ったんですけど、うん、今週の動きもね、柔らかみがあって、加速もスムーズでしたし、うん、すごくいい雰囲気できていると思いますね。以前にね、テンションの高さも抑えられるようになりましたしね、精神的な成長がかかるし、まあ休み明けでも力出せる仕上がりじゃないかなと思いますね。まあ、新潟前日輸送みたいなんでね、ちょっと1日前に入れるというのもいいんじゃないですかね、当日輸送でも。そうね、まあ、ちょっと初めてなコースなんでね、まあ、どうなるかわかんないですけど、まあまあ、当日のパドックの気配にちょっと注目してもらって、落ち着いていれば力が出せるんじゃないですかね。あとローブリサージはちょっといつも販路で、ね、やってるのも今週ちょっとコースで、うん、それも半回りがピュッと出てきてやったんで一瞬分からなかったんですけど、まあ、ラスト残り下がろうからね、先に追い出した両馬を見ながら、追い出してラスト11秒台ですかね、18、うんうん、結構ハンマルから本当ハイアップ時段でラストしっかり伸びたんで、うん、前回北海道で乗ってますけれども、そこから結構あんまり溶け出しないんですよね。その点だけちょっとどうなのかなと思うんですけど、だから結構テンション上がるタイプですね。テンション上がるタイプだから、うん、その辺も加味してここまでその、うん、やらなかったってもあると思うんですけど、まあ今週にこんだけ BC やられたらまあまあ状態はいいかなと思いますね。コース足りんから買うのじゃなくてコースでやったっていう可能性も否定できないですね。この馬に関してはとりあえずまあ北海道はね滞在やから、うん、気象的にちょっとっていうところはあるんやろうなんでね、う
よかったっていうのもあるし、うんうん、だからまあ久々の輸送になって、うん、そうですね、うん、体がね、まあ、維持できて、精神状態も落ち着いて、うん、臨めるかっていうのがすごく鍵になるでしょうね。そこだけじゃないの、体とかすごい、ね、体ふっくら見せてましたからね、うん、まあ、競馬に決めたらちょっとわからないとか、まあ、それだけに戦意っていうのはあるんですかね。そうなんじゃないのかな。マイルとかやとちょっとちょい足らずなところがあるし、ね、うん、そうですね、 G1 買ってますけどね、買ってるけど、まあ、うん、じゃあ結論を大西郎トラップ側から俺ですか、締めてもらいます。そうですね、関東馬で、あれ関東馬で、こんだけ見といて見てない、関東馬やったら僕は ゆるゆるとした感じですが、まあ、ちょっと頑張って考えましょうか、はい、そんな感じで、じゃあ一等からは締めさせてもらいます、はい、ありがとうございました。